皆さん、明けましておめでとうございます。とうとう2024年が始まりましたね。今日は2024年1月1日、お正月です。今日は皆さんに新年の抱負の話をします。新年というのは新しい年ですね。抱負というのは自分がこうしたいとか、こうなりたいと思っている、希望や思いですね。抱負という言葉は、大体新年のとか2024年のという言葉と一緒に使います。今月の抱負のような言い方はしません。今月のだったら、今月の目標とか今月のゴールというまとまりがよくあります。抱負はもっと大きいイメージがあります。だから、抱負が使えるのは今の新年が始まったばかりの時期です。ぜひ使ってみてくださいね。私も今から使いますよ。皆さんの新年の抱負は何ですか？私の新年の抱負は1。YouTube と自分の、サブスクサイトを大きくする。2、韓国語を話せるようになる。3、感謝をして生きる。まず、一つ目の抱負について。YouTube は今、登録者が17万人になりました。YouTube のサブスクライバーは登録者と言います。去年、2023年に登録者が15万人も増えました。もう本当にびっくり。登録してくれている皆さん、それから見てくれている皆さんのおかげです。ありがとうございます。できれば2024年もたくさん増えてほしいと思っています。そのためにいい動画を作ってちゃんと定期的に上げていきたいと思っています。動画を上げるは動画をアップするとも言います。アップロードするっていうことですね。私はだいたい水曜日と日曜日の2回動画をアップしています。ただ今までは遅れるかもしれないと思って水曜日と日曜日にアップしますって宣言していませんでした。宣言っていうのははっきり言うってことですね。でも、ちょっと今宣言しようと思います。今年は水曜日と日曜日にアップします。なので、水曜日と日曜日を楽しみにしていてください。遅れそうならコミュニティで連絡します。もう一つ、自分のサブスクサイトについてです。サブスクはサブスクリプションを短く略したものですね。今私は自分のサブスクサイトを持っています。YouTube と同じ名前の Speak Japanese Naturally というウェブサイトです。自然な日本語を話せるようになりたいと思っている人のために作っています。発音、リズム、ピッチアクセント、イントネーションについて勉強できるような動画を作っています。かなり真面目な動画なので、しっかり勉強できると思います。ただ、もうちょっと楽しんでもらえるように、いろいろな工夫ができたらなと思っています。皆さんももしよかったら参加して、こうしたらいいよ、なんて提案があったらしてくれると嬉しいです。さて、ここで宣伝です。皆さん、ノーション使ってますか？ノーションは知っている人も多いと思いますが、仕事の作業にでも個人的な作業にでも使えて、それを一箇所にまとめておける作業スペースです。さっき言ったように、私は動画をいくつもたくさん同時に作る必要があります。さらにそれとは別の仕事もしているので、いつ何をしていいかわからなくなっていました。それでノーションを使い始めました。
とっても便利です。こんな感じで作る動画、それからやることなどをリストにしています。作りたい動画を思いついたらメモ代わりにリストに書いておきます。そしていつスクリプトを書くか、撮影するか、そしてアップするかなどを具体的に決めたら日程を入れます。 Notion のいいところは、一つの情報を例えばタイムラインで見たり、ボードで見たり、カレンダーで見たりできることです。仕事の流れを把握するのにはタイムラインが良くて、いつ何をアップするかのスケジュールはカレンダーが見やすいです。このカレンダー、月で分かれていないんです。1月が終わったら2月に続いているんです。ちょっとしたことなんですけど、分かれているカレンダーより使いやすいです。動画の一つ一つはこのように管理しています。こうやってスケジュールや動画の目的、内容などをまとめています。 Notion ではテンプレートが作れるので、これをテンプレートにしています。このテンプレ通りにやれば毎回同じ品質のものが作れます。作れるはずです。スクリプトもここで書いています。すごい細かいことを言うと、動画の最後に出す今日の単語、ここにありますが、こちらの単語欄と同期しています。ちょっとしたことなんですけど便利です。それから AI が翻訳もしてくれます。もしまだ Notion を使っていない方がいたら、ぜひ使ってみてください。概要欄とコメントにリンクを置いておきますね。では次、韓国語について。ちょうど3年前の2021年1月1日に、こちらハングルが1時間で読めるようになった動画をアップしました。その後、初級の教科書を終わらせました。でもそれから忙しくて、もう1年半以上勉強をやめていました。でも2023年の9月、つまり4ヶ月前から再開しました。そしてこの初級の教科書を終わらせました。で、今はこの中級の教科書の8課をやっています。それから先月12月から、会話のレッスンをオンラインで始めました。そっちは、週に1回1時間、今はやってます。で、あれ見えますか？あの数字見てください。今、ゼロです。あれで今年、韓国語を勉強した時間をカウントしたいと思っています。まずは、教科書で勉強した時間と、オンラインの会話のレッスンを受けた時間、それからこの単語集を時々車の運転しながら聞いてるんですけど、それを聞いた時間、それから韓国のドラマや映画を字幕なしで見た時間をあそこに入れたいと思います。今、弓の細胞たちという韓国ドラマを見ています。字幕なしで見ています。字幕なしで見ているので、何を言ってるのかわからないんです。で、でも不思議なことに、こうストーリーの流れはわかるんですね。だから結構楽しめます。でも何を言ってるかわからないから、こうわかりたいって気持ちがすごく湧いてきます。それでこれで文系をしっかり勉強しようとか、単語をもっと覚えようとか、こう、やる気が、モチベーションが湧いてきます。あと、時々わかる言葉とか表現が出てくるので、その時はすっごく嬉しいです。なので、字幕なしでドラマを見るのって、モチベーションを保つのにすごくいいなと思っています。それと、多分、韓国語の音に耳が慣れるのに、すごくいいきっかけになっているとも思っています。なので皆さん、今後の動画はあの数字をチェックしてください。
少しずつ増えていくと思います。最後、三つ目。これは、感謝して生きるということです。11月、12月は私、ちょっと気分が落ち込んでいました。友人のご家族が亡くなったり、病気になったり、それから私の親戚も亡くなったりして、気持ちがすごく暗くなってたんです。それで、こう、感謝するということを忘れていました。そんな時に、いつもコメントをくれるスティーブンさんのコメントを見て、私、感謝して生きるのを忘れていたなって思いました。その少し前までは、朝起きたら3つ感謝することを言って起きるっていうのをやってました。で、それってすごく精神的にいいんですよね。自分がどれだけ恵まれているかっていうのを、思い起こす機会になるので。なので、今年はちゃんと恵まれていることに感謝して、生きていこうと思います。まず、朝起きたら3つ、ありがとうって思うことを言って、それから一日を始めたいと思います。以上が私の新年の抱負です。でも実はもう一つ、隠れ新年の抱負があります。隠れなんとかっていうのは、名詞の前について、例えば隠れキャラみたいに、隠されていた存在でも実はいるみたいなものです。私の隠れ新年の目標は、頑張りすぎない、自分に優しくです。こう、いろいろ言いましたけど、やらなきゃって思うと、できなかった時に、ああ、できなかったってこう、また暗くなっちゃうと思うんですね。だから、まあ、最初からあんまり頑張りすぎないっていうことを、新年の抱負に入れておこうと思います。できない自分のことも大事にしたいと思います。自分に優しくですね。いつでも私と一緒にいてくれるのは私です。死ぬ時まで私は私と一緒にいるわけなので、私は私を大事にしたいと思います。そう。なので、あの数字が全然増えなくても、ふみさんは隠れ新年の抱負をやってるんだな。あんまり頑張りすぎないで自分に優しくしてるんだなって思ってください。皆さんも皆さん自身を一番大事に優しくしてあげてくださいね。はい。じゃあ、今度こそ以上です。ここまで見てくださってありがとうございました。皆さんの新年の抱負は何ですか？ぜひコメント欄で教えてください。今年をいい一年にしていきましょうね。またねー。Thank you, Notion, for sponsoring this video. The link to Notion is in the description and in the comments section. Get started with Notion. Sign up for free.